あ、どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。突然ですが皆さんは、私が以前島を訪問させていただいた人食い島を覚えていますでしょうか？そちらの動画がですね、60万回再生されておりまして、それくらい本当に人食い島のクオリティが高いんですよね。そして今回なんと、その人食い島を作ったゾルさんからですね、最新の人食い島への招待状が届きました。そちらの招待状がですね、こちらに届いております。では早速読んでいきましょう。なになに？親愛なるタママ殿、この度人食い島が完成しましたので招待状を送らせていただきます。ゾルより。人食い島はハロウィンの最中です。島にオープンした旅館にお泊まりいただき、温泉や豪華なお部屋をお楽しみください。現在人食い島に愛田島からスペシャルゲストが来ておりますのでお楽しみに。ただし島で起こった不慮の事故事件などにつきましては一切責任を負いませんのでご了承ください。ではお待ちしております。ちょっと待って、まず今回新たに旅館ができたようですね。温泉旅館。私ね、本当に温泉大好きなので、そこね、すごく楽しみですね。そして、あの愛田島からゲストが来られているということで、これはすごいことが起きそうですね。そしてあの最後の何なんですかね。すごく怖いんですけど、はい。まあ、とりあえず、行きましょう。この辺から私ワープしていきたいと思います。行きます。せーの。くるりんぱ。はい、ということでやってまいりましたよ、人食い島。じゃあまずはマップから確認していきた。ちょ、お兄さん。あ、江戸ゲインさん、美味しい肉料理はいかが？出た。江戸ゲインっていうね、実際に存在した殺人鬼がいるんですけども、人肉をですね、加工したり作品を作ったりとか、そういうことをするんですよね。いや、怖っ。ということで、はい。じゃあ、マップから確認していきたいと思います。ゾルさん、サリーさん、エドゲインさん、コズさん、クグマさん、ゴロウさん。この6人は前までいたよね。そして、新登場じゃないかな。リザさん、いなかった気がする。で、誰か、この方が例のゲストなんでしょうかね。ということで、じゃあ早速ね、またお邪魔させていただきたいと思います。じゃあこの前と同じようなルートで行っていこうかな。はい、ここがですね、ゾルさんのお家でございますね。とりあえずまたお邪魔させていただきましょうか。こんにちは。あ、こんばんはだったあ、なんかちょっと雰囲気変わった気がする。相変わらずね、監視カメラがあるんだよね。まあ一見普通の病院に見えますけど、とりあえず奥行っていきましょう。どうも。あ、ここはやっぱり診察室だね。これも前回と変わりません。はい。一応くるーって見ていきますけどね。ここのお家の特徴っていうのが、絶対どの部屋にも監視カメラがあるんですよ。誰かに見られている、そういうことでございます。はい。左側のお部屋に来ましたけども、ここも前回とあんま変わってない気がするな。手帳も落ちてて、なんだろう、この手帳ってね。なんか前回言った気がしますね。2個も落ちてた ?2 個も落ちてたっけ ?1 個だけだった気がするけど、そんなことないか。気のせいか。考えすぎかな。はい。右側の部屋、出た。この問題のお部屋。なんか、あれ？なんか足されてない？このお部屋マジで怖いよね。この全面壁。あと、このピー音嫌い。消していいっすか？すいません。苦手なんですよ。このピーっていう音。何が行われているんだろう。本当にわからない。牢屋的な感じなのかな？だってここにも一応ベッドがあるんだけどさ、ダイイングメッセージで殺してくださいって書いてあるんですよ。だから多分ね、耐えきれなかったと思うんだよね。ここで受けたその、なんていうの？そういう、なんか、はい、2階にやってまいりました。あ、ここは前回と変わらないね。うん。で、これね、これなんだよ。正直めちゃめちゃちょっと気持ち悪いというか怖いですよね。うん、グロテスクと言いますか。けどね、こんなのが、そのさっきも登場した、エドゲインっていう殺人鬼がね、作る作品にあるんですよ。だからそれをちょっと、モデルにして作ったのかなっていうのはありますけどね。ということでね、ここ2階はね、研究室的な感じなんだろうね。はい、出たー。変わってないね。前回と変わってない。相変わらずこれ撮るのやめよう。悪趣味。完全にこれは人体実験です、皆さん。はい。見てください、これ。
袋から出てる血、まあ、完全に何かやりましたよね。やっちゃいましたよね、ゾルさん。で、ここにはもう人肉ありますからね、完全に。あ、もうダメだ。ダメだ、これ。はい、ということで、1軒目、ゾルさんのお宅でした。あれ？さっきいたのさ、モサキチじゃなかったけど、なんか変わってない？顔近っ。いや、でもね、前回、ん？なんかいるぞ。カッパの妖怪みたいな。ちょっと待って、ちょっと待って、お姉さん。クグマさん、はじめまして。前回はお会いできなかったの。ちょっと待って、変なところに目あるよ。大丈夫？ケケ、お前、うまそう。美味しくないです。引きこもりのお肉が一番美味しくないってこれ言われてるんで。まあ、とりあえず、前回確かね、この線路をね、辿っていったんですよね。行っていきましょう。この線路を辿る。また、でも、可愛いけど、なんか、お人形さんもしかして、お話いいですか？サリーさん。あなたの後ろにいるのは誰？誰もいないよ。誰もいないです。いないですよ。けどなんか、素敵なお召し物を着ていらっしゃいますね。あ！ここ畑だったのがかぼちゃ畑になってますね。おお、人食い島もハロウィン真っ最中ということですね。この畑を行きますとですね、こちらに一軒のお家がそびえ立っております。でね、ここに住んでる子がね、下焼けくんなんですけど、立地が悪意あるんですよね。まあ、右側にはね、養蜂所があったりとか、カカオも栽培してるんだ。へえ、おしゃれじゃん。家具の配置とかもね、結構センスありますよね。いや、なんか上から目線みたいになっちゃったんですけども。ではでは、お邪魔させていただきます。はい。ああ、ここも前回と変わっていないですね。鳥さんを飼っているお部屋。うん。これ虫取り網で捕まえるっていう感じがなんか、もうちょっと鳥さんを大事にしてあげてほしいなっていうところがあるんで、包丁置いてあったっけ？あ、で、ここね、ゴキブリ増えてない？気のせい。で、このお部屋もね、本当に意味深なんですよ。靴見てください、靴。これ女性物の靴がね、こんなに4つありますね。1、2、3、4。はい。これね、多分ね、女性を捕まえて拉致監禁してね、骨になってると思うんですよ。なんかもう人食い島の解説なら私にお任せくださいっていう感じなんですけども。はい、左のお部屋やってまいりました。あ！前までスイカ畑だったのに、かぼちゃ畑に変わってますね。これもハロウィン仕様ですね。いや、相変わらずこのさ、かかしの下の血ね。絶対人切られてるよね、下半身。そういう演出だと思うんだけど、めちゃめちゃ黒い。はい、出ました。右のお部屋なんですけども、ここね、ちょっとね、一見普通の、なんか豚肉とかをね、こう、あれしているお部屋に見えると思うんですけど、後々ね、このお部屋がすごくやばいということに気づきますからね。はい、2階のお部屋にやってまいりました。もうここで完全にわかりますね。下のお部屋の正体が。あれ？待ってよ、なんかさ、壁紙とか変わったね。あ、変わってる、生首が。メンヘラ系女子の、あ、ごめんなさい、偏見かもしれないですけど、ちょっと変わってますね。メンヘラ系女子の生首になってる。この前までこれさ、コーヒー豆のやつじゃなくなかった？この前までなんかスムージーみたいなやつじゃなかったっけ？なんで私こんなに明確に覚えてるんだろう。インパクトが強すぎるんだよね、インパクトが。はい、下の階にやってまいりました。で、これね、前のコメントであったんですけど、この黒い袋ってなんだろうってなった時に、人間をこのワニの餌にしてるんじゃないかっていうコメントがあって、あ、なるほどねっていう。いや、なるほどじゃないわ。はい、ということで、2軒目のお家こんな感じでしたね。いやーけど待てよ。みんな、前回よりうるさくないぞ。前回のね、私の動画は本当にね、めちゃめちゃうるさかったんですよ。編集してても思ったんですけども。私ね、本当にビビリでして、すぐに騒いじゃうんですよね。そう。けどさすがにね、もうね、一回来ている場所なので、叫びません、今回は。あれ？待てよ。ん？ハニワ？なんじゃここ？火をつけていいの？お、急な季節花火、あ、季節花火じゃないや。季節花火と、花火が混ざって季節花火とか言っちゃったけど。おー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 、めっちゃ綺麗だけど。なんだろう。ここね、ここの奥ね、渡っていく感じなんですよね。もう行っちゃいますよ、もう行っちゃいますよ、私。もう大丈夫です。何も怖くないですから。はい。はい、ここが、なんか古びたお墓。はい、古びたお墓がめちゃめちゃ並んでいまして。なぜか上がっていくと綺麗なお墓なんだよね。何なのこの格差はっていう。で、ちなみにね、黒いバラの花言葉は、憎しみとか恨みっていうのがあるみたいです。何があったんでしょうか。そしています。ちょっと待って。あ、ごめんなさい、うるさくて。叫びません、今回は。え、背中どうしたの？大丈夫ですか？ちょっとお姉さん。背中が痛いの、そうだろうね。だって血ついてるもん、コズさん。切りつけられてるんだ。コズさんのお家なのかな、ここは。確かね、ここのお家、黒魔術を行っているお家なんですよね。とりあえずお邪魔させていただきます。どうもー、ということで。
ここ相変わらず教会ですね。どうなんだろう、ちょっと雰囲気変わったような変わってないような、変わってないかなあんまり。ちょっと待って、あ、ごめんなさい、うるさくて本当に申し訳。変わったんだもん、だって変わったんだもん、こんなの聞いてないもん。あれかな、このお家さっきも言った通り黒魔術をテーマにしたお家なので、多分この中に閉じ込められてるのは聖なる人なんですよ。黒魔術と戦う魔術師かな、普通の魔術師が黒魔術の邪魔をしないように閉じ込められてるのかな、私の予想ね。はい、左のお部屋に来ました。ここは変わってないね、前回と。なんかちょっと古びたね、プライベートなお部屋だよね。あれ、ちょっと待って。右のお部屋、この前までこれさ、懺悔室みたいな感じだったんですけど、変わったね。ヘルプヘルプ、何、どうしたの？これ寝て大丈夫なんですか？っていうか言いながら寝てますけども。何を言いたいんだろう、この部屋は。ヘルプヘルプって。助けて助けてって、助けてあげたい気持ちは山々なんだけどね。とりあえずコズさんをね、ちょっと背中の切り傷直してあげたいね、病院連れてって。はい、2階のお部屋にやってきましたけど、ここはね、もう完全に黒魔術のお部屋だよね、前回同様。こうろうそくがめちゃめちゃある。はい、下の地下にやってまいりました。ちょっと待って、なんかいなかったやついたぞ。なんか見ちゃいけないもの見てきました、マシマシが。何？君誰？はじめまして、こんにちは。なんかもう友達になろう？なんか出てこようとしてるけど、やっぱりそのままでいて。その距離感でいいよ。はい、ということで、ここにはね、お墓が並んでいますね。まあ、きっと黒魔術で、やられてしまった人のお墓なんだろうけど、誰？やっぱ気になるな。吐血してるけど大丈夫？いやー、結構変わっていましたね、このお家。ちょっと怖かったわ。でも、五郎さん。お前も肉を買いに来たのか？あ、さっきのお店の人ね。あ、お肉ね。ちょっと今ダイエット中だからいいかな。じゃあ右側行きます。ここね。この上上がっていきましょうか。このお家なかったよね。今回初めてのお家ですね。追加されたお家。見た目めちゃめちゃおしゃれだよ。お邪魔します。どんな感じのテイストのお家なんだろう。ワクワクする。はい、どうもこんにちは。あ、なんか、赤いお人形と、なんか全体的に、なんか血が出てるけど大丈夫ですか？血が出てるというか、血が垂れてるというか、絶対こっちのお部屋なんかあるやん。行きたくないな。で、謎のこの指輪？あ、ごめん。閉じちゃった。なんだろう、この指輪。ん？ん？ん？うん、どうした？うん、急に。急にどうしました？いや。目の前にさ、こうハムスター、いや目の前どころじゃないわ。もうサイド、前とかサイドにこうハムスターがうじゃうじゃいて、もう明らかにハムスターで料理したんだろうなっていうのが分かった。ここで食べられるわけなくない？いやー、このお家もなかなかやばい気がしてきたな。大丈夫かな？とりあえず、うるさくなんないようにだけ頑張る。何これ？完全にこれさ、そういう現場ですよね。この手跡はきっと、助けて助けてってもがいたんだよ。多分ここで直接、こうバス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 やられて、やめて助けて助けてっていうこの手跡なんだよ、これは。はぁ、なんかとんでもないお家ができてしまったぞ、人食い島。何ですか？何ですか？これは一体。はい。すごい、ライトアップしないでいいからね。ちょっと消しておきますね、一応。はい、ちょっと。あ、人が倒れた後になってる。わかった！ここでやられて、ここでバスバスやられて、引きずられて、あっちに連れてかれたってこと？はい、こんにちは。そして、私の大好きな、クマさんがいっぱい並んでて、わ、可愛いと思ったと思うんですけど、見て。赤いカーペットで目立たないけどね、血が垂れてるんだよね。どういうことこれ？なんで？まあ、でも血以外だったら普通に可愛いよね、このお部屋。血がなければ普通に可愛いぞ。もしかして遺体をクマの中に隠してるとかかな。はい、そしてちょっと待ってください。何これ？何これも引きずってこられてるよね、完全に。ちょっと座りたくないんだけど、ちょっと見るためにちょっと座っちゃったんですけど、ごめんなさいね、本当に。人肉に座るってやばいけど、なかなか。あ、ちょっと待って、私ひらめきました、ひらめきいの。ひらめきいの、ピラメキーの。さっき、左と右にね、お部屋があったと思うんですけど、それぞれのお部屋から引きずってきた遺体をここでね、切ってると思うんですよ。なるほど、そういうことか。
新しく建ったこの家、かなりねサイコパス臭のするお家でしたけども、はい、戻ってきてね、住宅街の方にやってまいりました。え、音怖っ。まあ、でもここがね出発地点だもんね。そうだよね、前回はさ、あの直接島訪問という形だったので、ここからねこう行ったんですけども、音怖いな。でまあここが住宅街だよね。結構綺麗に整備されていますね。あ、なんかこんなのあったっけ。いや絶対なかったよね。わあすごい、これは魚市場みたいな。人食い島がさ、まともな営業始めましたね。そうだよ、人肉なんて売ってないで、魚とか売ろう。だがしかし魚ラッピングせん。まあけどこの辺もまああんまり変わった感じはないね。うん、ちょいちょい変わったといえばこのかぼちゃだね。かぼちゃ、住民たちもかぼちゃを育ててるのかなっていう。でこれ前もあったけどさ、一体何なんだここは、一体何なんだ。よし、ということでじゃあまたこのお家行っていきますか。確かねここがねレストランなんですけど、普通のレストランじゃないんですよね。どうもー。うん、あ、相変わらずおしゃれなレストランですね、前と変わらず。一見ね美味しそうなレストランなんだよね、普通に人気のありそうな。でここがね調理場なんだよね。けど普通にさ果物とか置いてあるしさ、こういうのだからこういう材料を使って作ってるんだろうなっていうのは分かりますけども、おしゃれなキッチンだよね。そして左のお部屋、あれちょっと雰囲気変わったけど、うん、相変わらずおしゃれ、高級なレストランな匂いがしますけど、いいじゃんいいじゃん。はい、右のお部屋、ここも変わってないねほとんど。うん、なんかあのビップルームみたいな、二人貸し切りのね、あのお部屋だよね。こういうなんかおしゃれだね、行ってみたいね。うん、こういうところが似合う大人になりたいよ私は。はい、上にやってまいりました。ここも前回同様、中華レストランだよね。うん、あ、なんかすごい誕生、あ、今日誕生日の人がいるんかな、おめでとう、誕生日のことおめでとう。はい、問題の下のお部屋にやってまいりました。ここね本当にあかんのよ、これやばいよな本当に。そしてさ、私本当にこれ嫌なの、豚のマークのソーセージはわかるんよ、人間のマークのソーセージ何っていう。だから上にあったレストランは全部ね実は人肉で作られてたんですよっていう。うん、ここのお茶はね特に前回と変わっていなかった感じがしますけど、やっぱりさ、あのさっきさ2階でなんか誕生日パーティーみたいなやってたじゃないですか、あれのさ料理がさ実は人肉だと知らずに食べてたとしたらさ、めちゃめちゃかわいそうだよね。待てよ、これはじゃあこっちから行きのかな、行こう。あ、なんかでも前回と違う気がするな。これが新しく追加された人食い島の温泉旅館かな。あ、いいね、楽しみ楽しみ、お邪魔します。え、ちょっとはね心の安らぎが欲しいからね、もうずっとさ怖い怖いってなってるんじゃなくて、やっぱり心の安らぎ欲しいからね。あなたはこんなところにいるのですね。お母さん大好き。出た。あなたは愛花ちゃんですね。いや、この一言覚えてますよ。私ね、飛び出せ動物の森の時に、愛花村にね、何回かお邪魔させていただいたんですけど、この言葉ね、いや、めちゃめちゃみんなも聞き覚えあるんじゃないかな。ということで、じゃあ私もね、温泉旅館、どうせならね、堪能させていただきましょう。どうも、すごい。ここ大浴場かな、体もね癒してくれるし、いやー温泉は最高ですよ。そして左のお部屋に来ました。いい雰囲気のお部屋じゃないですか、すごくない、めちゃめちゃいいじゃん、いい旅館なんだろうねきっと。右の部屋どうしましたか。え、ちょっとやめてくださいよ、あのねえ、ここだけは信じてたのに、どうしたんですかこのお部屋は、一体何があったんですか急に。お札貼られてるし、なるほどね、訳ありなこの旅館だったんですね。待って、そういえばさ、お手紙でさ、招待状でさ、旅館にお泊まりいただくって書いてあったんですけど、キャンセルでお願いします。愛花ちゃん今すぐ逃げて、ここダメだよ、騙されたんじゃないね、ダメ、もう帰った方がいいよ。じゃあ一緒に帰る。上のお部屋は良かった。特に問題なさそう。てか、めちゃめちゃおしゃれ。なんなら、超おしゃれじゃん。絶対高いでしょ。めっちゃ綺麗。なんか旅館っていうよりもホテル感があるけどね。うわぁ、高級だ。うわ、びっくりした。トイレがあるよね。もうそういうやつあるよね。うん、近づいたら勝手に開くやつ。でもね、私あれトラウマなんだよね。小学生の時ね、友達のお家行って、ドア開けた瞬間さ、これ勝手に開いたの。初めて見て、その時叫んだからね。
友達に心配されたわ。いや、こういうのってさ、大体地下になんかあるじゃん。うわ、怖っ。心構えしとこう。うん。あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、いや、寒気したー。今、ゾゾゾってきたわ。ゾゾゾゾって。ゾゾタウ。ちょっとちょっと、どうしたんですか、これね。ろうそくが壁中に。心構えしたけど、心構えが足りなかったから、ちょっともう一回やり直したいわ。なんでさ、血が出てるの？お馬さんとかからも血出てる。これスウェーデンのあれだっけ？そういえば。なんかね。何があったの、これ。てか、ここ何一体？ここも監獄エリアですか？監獄された気分を味わえるから、ちょっと座ってみたけどさ。いや、わからん。うん。とりあえず温泉旅館予約キャンセルでお願いします。ということで、そしたらこれまた右の方に行けばいいのかな？で、この橋渡ってないよね。この橋、渡っちゃ大丈夫？渡って大丈夫？あ、けど、フラミンゴじゃん。フラミンゴ。あれ？あ、博物館か。博物館か。ここってもしかしてさ、前まであったんかな？普通に。私が来るの忘れてただけなのかもしれない。いやー、おしゃれじゃん、めちゃめちゃ。やっぱりね、この島主さん、ゾルさんはね、センスがいいんですよ。そう、センスがいいのは本当にわかるんですけど、そのね、センスをホラー全振りしちゃってるからね、この島は怖いんですよ。てか、あれかな？これ全部見終わった？もしかして。はい、皆さん、見終わっていません。私が一番苦手なあのお家が残ってるじゃん、ここだよ。見終わってて欲しかった。なんなら今からちょっと気づかなかったふりしようかな。いや、行くしかない。行くしか北斎。行きましょう。はぁ、なんか変わってる。変わってる。手出てきてるよ、お墓から。お墓から蘇ってきちゃってんじゃん。ダメなやつ。ダメなやつだよ。ここ嫌いなんだよ、ほんとに。超苦手なの。オーラ猫の頭とか何なんだろうっていう感じだもんね。私、ほんとにね、このお家だけはね、マジで苦手なんです。前回このお家で叫びまくったからね、ちょっとなるべく今回うるさくしないように実況しようと思ってるんですけど、ちょっとね、あらかじめ言っておきますね。このお家、本当にダメだと思うので、うるさくなっちゃう可能性があります。ちょっと許してください。いきます。ダメなんです。和風ホラー苦手なんです。やめて、本当に。うわ。いや、やっぱり無理だなぁ、ここ。てか、足跡追加されてるよね。え？この奥何？あ、もう無理なんだよなぁ、この雰囲気。ああ、そうか。あ、そうか、ここはあれか。なんか、お稲荷様みたいな。特になんかあれだったよね。何なんだろう、本当に。ここ。あ、でもヘルプ、ヘルプって書いてある。ヘルプ？変わってる。ちょっと待って。何この井戸から出てきましたよ。どっか行きましたよっていうこの後。あ、待って、これあれじゃない？これ首ちょんぱやん。真ん中だけ骸骨。元の顔想像すると怖くない？これ、何？絶対出てきちゃいけないもの出ちゃったよね。どこ行ったの？私まだ見てないけど。どっかの部屋にいるのかな？やめて、見たくない、会いたくない。これね、この前ね、上のお部屋がマジでやばかったんですよ。本当に行きたくない。行くんだけど、本当に行きたくないの。はぁ、やだ。本当に無理なんです。このお部屋。本当に無理なんです。本当に無理なんですよ。だって、じゃあ勇気振り絞ろう。勇気振り絞ろう。レモンのように。絞りましょう。あれ、なんかさ、右の目赤くなってない？前もだった。え、ちょっと見ないで、目が合っちゃうんだよ。で、この下もダメだった、前回。この下も前回マジでダメだった。本当に一番ダメだった。このお家の中で。待って、大丈夫。変わっててほしいな、なんなら。変わってない。あ、ちょっと待って。いや、変わってるぞ。ちょっと。ね、助けてみんな、本当に。私ね、どうしてもね、本当に、苦手なんですよ。ここだけは。足跡の行く先。ちょっとやばいぞ、これ。待って。いや、待って、本当に待ってね。うるさくてごめんね。ちょっと本当にごめん。本当にごめんね。怖いよ。ちょっと泣きそう。でもダメな気がする。とりあえず正面頑張ってみる。この正面の人ね、前回左側にいたんだけど、左側ね、変わってるよね。ね、待って、これ、熱盛？本当に。これ本当に熱盛？ちょっと待って、頑張るけど、すごい、お面がめっちゃ怖い。お面も怖いし、この足跡辿るよ、足跡。はい。これ多分井戸からの足跡だと思うんですけど、井戸からの足跡こう辿っていきます。はい。辿っていきます。そしてまあ、通るんだけどね、この女の人の前。全然出てこないでね、マジで。やばいですよ、みんな。行きますよ。足跡辿った先。
無理無理。ちょっと、やばいぞ。ねえ。ちょっと、ねえ。わかった。みんな、いいこと考えた。今から、ポップな音楽流すね。ポップな音楽流せば、怖くなくなる説いきます。はい。どう？どう？みんな怖くない？みんな怖くないでしょ？私は今ぶっちゃけめっちゃ怖い。めっちゃ怖い。だって実際今のこの撮影してる時はポップの音楽流れてないから。いや、どう？怖い？怖くないでしょ？もう怖くないよね。うん。いや、マジでこのお部屋はね、長時間いたら絶対呪われる。あー、待って、もう相変わらず冷や汗がすごいよ。あー、怖かった、怖かった。もう本当に怖かった。もうこのお部屋だけは超苦手なんだよね。あ、待てよ、まだ一軒あるぞ。ここは、前はなんかね、遺跡みたいな感じになってたけど、どんな感じなんだろう、今回。あ、ちょっと変わってる。結構なんかこのシーサーみたいなやつがいっぱい並んでるね。お宝が眠ってるあたりね、うん、ピラミッドって感じがするよ。と、ん。音楽やめよう、これ。え、ちょっと、前回と違くないですか？あ、待って、私思った、ピラメキーの王じゃない？全部みんな王女様とかお姫様なんじゃない？どっかしらのなんかそんな感じがするんだけど、これはなんかエジプトのお姫様で、これはどっかの洋風なお姫様で、これもなんかどっかの国のお姫様で、これもなんかチャイナの国のお姫様で、これも日本の国のお姫様みたいな、そんな感じ。生首触るなよなって感じだよね。うん、生首触るなって感じなんだけど、悪趣味だ。あ、ゾルさん、ゾルさんだ。この島からは逃がさないよ。ヒヒ、やめて。ヒヒじゃないわ。てか、ヒヒって懐かしい。人食い村の時もなんかヒヒって言ってたんだよね。はい、ということで今回ね、最新の人食い島にね、お邪魔させていただいたんですけども、クオリティがね、上がってました。そして新しく追加されたエリアだったりとか、まあ、愛花ちゃんだったりとかね、まあ、面白いなと思うんですけど、やっぱりね、怖いです。特に和風なお部屋が本当にダメでしたね、私。何回行ってもね、ゾゾってするし、もう鳥肌がやばいんですよ。冷や汗もすごいし。まあ、けど、こんなにほのぼのした動物の森で、ここまでね、怖さを出せるっていうのは、本当にこのゾルさんの才能だと思うので、ぜひ皆さんもね、夢番地書いておきますので、実際にね、訪問して、人食い島をね、楽しんで行ってみてはいかがでしょうか。まあ、ちょうどハロウィンなのでね、まあ、ホラーを楽しむという意味で、はい、ぜひね、人食い島遊びに来てみてください。そして、人食い島の作者さん、ゾルさんのツイッターのアカウントね、概要欄に貼っておきますので、そちらもね、ぜひチェックしていただけたらなと思います。いやー、人食い島めちゃめちゃ怖かったな。はい、ということで今日の動画は以上です。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。 SNS はね、 Twitter と Instagram やってますので、概要欄にもリンク貼ってあります。フォローしていただけると嬉しいです。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おつたま。